ねえ、高行。恥ずかしい。うん、もうバカ。高行。うん、高行は気持ちよさそうだったよ。どっか泊まってこうか。今さら帰るの面倒だよ。いいじゃない、たまにはそういうのも。明日一日ぐらいいいじゃないね。ここからなら近いよ。同じ服が嫌なら買ってあげるから。そんなことないもん。だったら聞かないでよ。毎日？
毎日お見舞い行って。何してるの？ねえ、いろんな話って何？ごめん。私が行かないでって言ったら？そうだね。ごめん。そうかもね。帰るんじゃないの？疲れたんじゃなかったの？キャッ！
そうね。私は行こうかな、一緒に。うん。もう慣れたって言ったでしょ。私は大丈夫。高行がいてくれれば大丈夫。時間は関係ないでしょ。ねえ、何も買ってこなくてよかったの？根に持ってるの？タイミング？そうだね。おはようございます。嬉しい。お友達もおはよう。おはようございます。天川さんもここにいますよ。医局にいらっしゃいますよ。私がさっき行ってきましたから。うん。はい。あら、おはよう。早瀬さんも。おはようございます。いいでしょう。今日は妹さんいないけど。毎週土日は部活ですって。休みに入ってから午前中休んでいる分、週末に取り返すんですって。もうすぐ何かの大会があるらしいけど。9日にあるのよ、毎年。彼女は一生懸命ね。何か糸が張り詰めているような感じを受けるわ。でもま、気分転換にはいいかもしれないわね。
彼女偉いと思わない？まあ、とにかく行きましょうか。高雪、行こう。ありがとう。おはようございます。先生、どうもおはようございます。おはようございます。早瀬さん、お久しぶりです。この間も来てくださったんですってね。茜から聞きました。え、はい。いかがですか？ついさっき眠ったんです。そうですか。何ですか、疲れたとか言いまして。悪いことではありませんよ。彼女ね、とても睡眠が不規則なの。全体的には不足気味かしら。それが昨日の夜あたりから普通に眠るようになってきたのよ。いい兆候だといいんですけど。あ、こちらにおかけになって。はじめは眠ったきりまた起きないんじゃないかと思っていましたけど。ようやく安心して寝顔を見られるようになったんですよ。おばさま、お疲れですか？いいえ、
ようやく私たちの出番が来たんですから。確かに見守るだけよりはご家族の方も充実しているかもしれませんが、無理は禁物です。ええ、分かっています。でも私より主人より茜を心配しないといけません。あの子は毎日早起きして、午前中はここ、午後は部活、そして夕方にはまたここっていう生活なんです。そのようですね。この土日も休まずに自主的に練習するとかで、もうすぐ大会があるのはわかりますけど、私の方からも時々言うんですが、彼女は性格上無理をするところがあるようですね。私が体調を崩してしまったものですから。大丈夫なんですか？ああ、今の話じゃないのよ。でも、ちょっとそれ以来無理がね。したくてもできなくてね。年かしらね。そうだわ、早瀬さん。はい？今度茜に言ってやってくださいな。え？無理するなって。あの子、あなたの言うことなら何でも聞いていたから。あ、あの子、あなたを目標に頑張ってると思うんですよ。今度の大会でも絶対優勝するんだって。ええ、そうです。もしよければ、顔を出してあげてくださいな。ええ。わかりました。ところで、どうする？それじゃあ、目が覚めたら一応お知らせください。ごめんなさいね、せっかく来ていただいたのに。
残念だったわね。さすがに起こしていいとは言えないし。あなたたちはどうするの？もう帰る？え、うん。それじゃ気をつけてお帰りなさい。失礼します。どうしようかな。高雪はバイトでしょ？それじゃあ私帰る。ねえ、今晩も行っていい？うん、でもとりあえず帰るわ。バイト頑張ってね。チチクリー、チチクリー。あ、高雪さん、昨日と同じ服です。チチクリー、チチクリー。店長が教えてくれた。昨日優しい彼女さんが迎えに来てました。そして二人は夜の街に消えていったのです。その後、不当の公園でしっぽりとっていう情報もあるわよ。まことか？確かな筋からの情報だから間違いないわ。
バーカ。嘘に決まってるじゃない。墓穴掘っちゃってな。